今日ちょっとお客様の流れがちょっとわからないですけど、明日かなりちょっとコース予約と予約をいただいてますので、明日の仕込みをちょっと潰せるところはしっかり段取り取って、してください。ここは福岡市博多区東比叡にあります竹の屋本店。緊急事態宣言が解除された10月から営業を再開して、今は夜10時半まで営業しています。緊急事態宣言中にはやはりお店自体が閉まってましたので、職を変えるスタッフであったり、離職っていうところはやっぱり多く見られましたですね。コロナ禍で10名ほどの従業員がお店を辞めました。少しでも補強をと求人募集をかけますが、一気に緊急事態宣言が明けまして、多分どの飲食も一気に募集をかけ始めた時期がちょうど重なっている。今はうちの本店だけじゃなく他店舗の方も、募集かけてもあまり芳しくない。福岡県内のハローワークの雇用失業の情報を統計している厚生労働省の担当者によれば、飲食業界を避けて仕事を探す人もいるようです。制限が緩和されることによって、お店も元の軌道に戻るということも考えられるんですが、一方の求職者の動きとして、コロナの影響があった、業種だとかお仕事だとか、それについては逆に避けてそういう影響がないようなお仕事探しをするという方も一方で見られます。これから始まる忘年会シーズン、竹の屋本店ではこれ以上の求人募集をしないことを決めました。今年の忘年会シーズン、大宴会とかっていうのが基本ないんじゃないかっていうふうにも言われてますので、今の既存のメンバーで頑張って回していく。いや、もう店が回らないときはえぐい。もう本当はここの刺し場だったらお刺身を作るポジションだけでいいのに、こっちをさばきながら焼き場手伝ったり裏に行ったりとか。一方、飲食業界で働きたいと思っていても緊急事態宣言下の休業で別の業種に行かざるを得ない人もいました。緊急事態宣言とかの時は正社員で回すみたいな感じになって、あまり入れなくなりました、アルバイトは。その間は単発の工場、パン工場で働いてました。福岡市内の大学に通う大谷ほのかさん、今年の春大学生になり、こちらのうどん店でアルバイトを始めましたが、シフトに入ることができなかったため、やむを得ずパン工場の仕事で収入を得ていました。今度からお願いします。現の仕事はすごいきつくて、やっぱパン工場の正社員の人たちがやっぱ毎日日雇いの人が来るから、丁寧には毎回教えてくれないので結構戸惑うことが多かったです。制限解除でまたうどん店の仕事に戻ることができた大谷さん、お店の人やお客さんと触れ合う飲食の仕事が大好きなんだそうです。まかないはどうしましょう。今日は食べたいです。食べる、はい、はい、何しよう。いつも迷うんですよアルバイトの終わりに食べさせてもらえるまかない料理、大好きなうどんを食べながら一日の仕事を振り返ります。なんか お客さんが帰るときに美味しかったですって言って帰ってくれたら、私作ってないんですけどなんか嬉しくなりますなんかああよかったって思います緊急事態宣言が解除になって人材不足を懸念する業界は他にもあります。話を聞いたのは春日市にオフィスを構えるアルファ警備です。この中はもうどうしても駐車場であるとかイベントの警備、こういったものはもう本当にゼロになってしまったんですけども、そういった業種からですね問い合わせというのはあっているというところはあります。緊急事態宣言が明け、人の流れが急増した場所で警備員の仕事が求められるようになりました。今後大きなイベントで大勢の警備員が必要となった際、対応できない可能性があるといいます。そもそもまず慢性的に人手不足、これはもうコロナ禍前から非常に人手が足りてない業界でありまして、
いわゆるその大規模なイベントの警備に関してはもう100名200名になってくると対応できかねる規模というのもございますので、